はい、皆さんこんにちは。ハートのゆりかずです。今日ですね、速く走るために必要なこと、このことについて解説をしていきたいと思います。足が速いスポーツといえばやはりですね、陸上用の 100m の選手ではないでしょうか。ボルト選手、世界新記録を持っていますけども、その 100m の選手をちょっとね、イメージしてほしいなと思います。走り方だったり、あとはですね、体つきであったりとか。で、まず速く走るために一番大切な要素としては、速く走るための技術ですね。例えば足のこのスタートからの地面のこの押し方、体の前傾角度であったりとか、地面の反発、地面からの反発のもらい方だとか、足を上げる角度ですね。例えば足を横に振るよりも、上げるよりもまっすぐ上げた方が速く走るのはね、まあ、想像つきやすいかと思います。そういった体の使い方、これがやっぱり一番大前提となりますね。で、二つ目は陸上の 100m の選手、やっぱり、ね、筋肉が長距離の選手と違ってしっかりついてると思います。やはり速く走るための筋肉をしっかりつけているということですね。これはまあ筋肉をつけるウェイトトレーニング、やっぱりすごく大事になってくる。これはね、特にまあ大人になった骨盤線が閉鎖した後ですね、骨の成長が止まった後のこういった段階ではすごく大事になってくるかなと思います。で、これが2つ目。3つ目ですね。3つ目はそのついた筋肉とこの走りを融合させる。速く走るというのはやっぱりね、設置時間を短くしたり、この筋収縮が早い状態になってきます。筋肉と神経を結びつける。しかも速度をね、速くしなきゃいけない。ですので、ゆっくりゆっくりスクワットを行うのももちろんね、筋肉量を作るためにはすごく大事なんですけども、ついた筋肉ですね。ついた筋肉を速い高速度で動かせるようなトレーニング。例えば、まあ、バウンディングであったりとか、まあ、ハードルを使ったこの瞬発系のトレーニングだとか、そういったトレーニングだとか、あとはね、まあ、ウェイトトレーニングではパワー系ですね。スナッチとか、パワークリーンとか、そういったトレーニングをしっかり行うことが大事です。ただ、二つ目ですね。筋力をつけたり、ウェイトリングでスクワットつけて、お尻とかね、太ももつけて、あとまあ、このスナッチとかね、クリーンとか、こうやって、やるのももちろん大事なんですけど、一番大事なのは、やっぱり前提として走る技術ですね。多少、さっき言ったように、足が横に振ってる状態で、この技術で筋肉をつけても、やっぱり走りが効率的ではない。走る技術っていうのが一番大前提を押さえておくべきですね。地面から反発を。は、まあ、さっき言ったスタートの、ね、前傾角度、地面を押す角度ですね、後ろ足の地面を押す角度、そういった使い方っていうのはすごく大事になってきます。ですので、この3つの要素、走る技術、あとは筋肉量ですね、でそのついた筋肉を使う、速い速度で使う瞬発系のトレーニング、この3つがすごく走るために大切な要素、この3つなんです。もちろんそのためにね、走る速く走るためにある程度柔軟性はもちろん大事です。足を開く、前後に開く柔軟性もあるって必要ですけども、そういった柔軟性以上にやっぱりこの3つっていうのはとても大事になってますので、ぜひご参考になさってみてください。はい、今日の動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。